以下の項目のいくつかに該当しますか？仕事やタスクを任されたら、完璧に仕上げるまで最後まで努力する。他人との約束を守るために、指定の場所に10分早く到着する。IQ120 を平均だと考える。世界の人口の 0.1% に過ぎないが、ノーベル賞受賞者の 24% を占めるユダヤ人。賢くて勤勉で有名な彼らが注目している国があります。多くのユダヤ人認知心理学者と交流してきた認知心理学者マーチン・モンティ教授は、地球上で彼らの影響力が及ばない場所はないと言っても過言ではないほど、強力なパワーを持つユダヤ人が唯一影響力を発揮しない国が日本であると言います。一体日本人はどのような特性を持っているのか、なぜユダヤ人までもが興味を持ち、研究しているのでしょうか。1970年代初頭、日本人は極東のユダヤ人、といった学者がいます。当時、アメリカのペンシルベニアアジア史研究所で働いており、駐日米国大使館の顧問も務めていたクーフス博士です。彼は、日本人はユダヤ人と同様に単一民族であり、アジア人種の中で少数民族であるため、世界のどこに住んでもその地域の住民と同化せず、日本人として留まっている、と言いました。地理的に近くにある中国や韓国ではなく、ユダヤ人と比較するというのは、当時から見れば両国ともに驚くべき分析だったでしょう。また、過去の生活様式も非常に似ていたといいます。シャベルやクワなどの道具で土地を耕作する農耕文化、葬式の際に蚊を炊く習慣、多種多様な野菜と温かい食事を好む食習慣などが似ていると言われています。イスラエルの人々は、日本人同様に人間関係における礼儀を重視し、礼儀の民族、と呼ばれています。また、1877年に発見され、現在はバークレーのカリフォルニア大学東アジア図書館に収められている、日本へ行ったイスラエル人の行進の絵は、過去のイスラエル人が日本人のような姿で日本で行進している様子を詳細に描いています。さらに、ここにはイスラエルの最後の王、ホセア、と同時代の日本の王の名前が似ている点、イスラエルの人々がイカダでサハリンを経由して日本に来たとされ、結局イスラエルの失われた10部族の一部が日本に同化したとされています。このような証拠に基づき、ユダヤ人の学者たちは日本で自分たちの同胞を探す活動をしているといいます。古い書籍なので歪みがあるかもしれませんが、ユダヤ人学者たちが日本に対して示す関心は注目に値するものです。数百年前から始まったユダヤ人による日本人研究は、最近では認知心理学の分野で続いています。ユダヤ人の認知心理学者たちは約20年間日本人を観察し、研究しているうちに他の民族と比べて目立つ3つの事実を発見したそうです。第一に、日本人は世界で IQ が最も高いという事実です。小学校で IQ テストを受けた時を思い出してみてください。クラスのほとんどの生徒が IQ が110以上で、124程度だと周りから冗談で、君は勉強で成功するのは難しいだろう、と言われたこともあったでしょう。たまに IQ が110以下になると、まるで大災害が起きたかのようにテストの結果をじっと見つめる友達もいたかもしれません。実際、数ヶ月前のワールドポピュレーションレビュー、WPR によれば、世界平均 IQ ランキングで日本が1位になるほど、日本は世界から認められた高 IQ の民族です。もちろん、IQ だけで知能や能力を一般化することはできませんが、日本人は全体的に賢いという事実を否定することはできないでしょう。第二に、世界で最も勤勉であるという事実です。日本人の特徴である、何でも一生懸命、についてユダヤ人の学者たちが注目しています。日本国内ではみんな一生懸命なので、特に目立つことはありませんが、海外では日本人は勤勉であると評価されています。ベルギーに住むある認知心理学者は、学会で他の教授にこんな風に話しています。ベルギーで本格的に1日が始まるのは朝8時以降なのに、早朝4時から起きて動き回っている人々を見ると、それは全て日本人だった。海外の学会に参加し、時間がもったいないからと早朝から深夜まで研究と交流をしている日本人に感嘆したわけです。世界のどの国の人々よりも勤勉に動いている日本人を見ると、彼らの勤勉さの原動力が何なのか気になると話していました。第3に、日本人は商才があり、貯金や預金を好むために金融業が発展しているという事実です。実際、日本人はよく貯金をし、世界のどこに住んでいても日本人が集まれば百貨店と銀行を作ると言われています。
このような日本人の特性のおかげで、2020年には国際金融ハブのランキングを示す主要都市国際金融センター指数、グフチで、ニューヨークとロンドンに次いで東京が全世界の都市の中で第3位を獲得しました。日本の法人実効税率と所得税率が他の都市よりも高いことを考慮すると、これは驚くべき数値です。日本人の賢さと勤勉さに感心したユダヤ人たちは、実は日本人と多くの共通点があります。まず、日本もユダヤ人と同様に4月を新年の始まりとする正月として守っていること、城壁の上に城を建設する方式、そして常に周辺国との緊張関係にあるが、防衛と経済成長を同時に達成している国であるという点です。また、家族と民族を重視する文化であり、独自の歴史を保持している点も共通しています。ユダヤ人は、子供が疲れて怠けたがる時にこう言うそうです。君が一生懸命努力したと思うかもしれないが、人生は競争で、君の真の敵は君自身だ。人生はちょうど君が努力した分だけ返ってくるものだ。多くを望むなら、それだけ多く努力しなければならない。その驚くべき勤勉さが家庭教育から始まることが確認できるわけです。実際、このような家庭教育文化は日本の家庭でも簡単に見つかります。日本人とユダヤ人の最も似ている点は高い工学心です。アメリカ人の約 25% が大学を卒業しているのに対し、アメリカにいるユダヤ人は約 55% が大学教育を終え、大学院への進学率はアメリカ人の平均に対して6倍も高いです。世界的なベストセラー、The Way of Brain Success の著者、アンドリュー・サターは、ユダヤ人が頭がいいというよりは、彼らの熱烈な工学心が発展に大きな影響を与えていると分析しています。例えば大富豪ジョージ・ソロスが人生で情熱を注いだ分野は、金融と哲学だったといいます。つまり、思索と探求を機に成功を収めたわけです。このように工学心をもとにして、アメリカ内の金融や専門技術分野でトップを占め、アメリカの主流社会をリードしているユダヤ人の姿は、最近アメリカ内の日本人でも見られるようになっています。アメリカの名門大学の卒業式で、最近ますます日本人が代表スピーチをしているという事実は、その一つの証拠と言えるでしょう。日本人の漫画家や芸術家がアメリカで活躍し、多くのファンを作り、毎日有名なメディアに登場しているのも、同じ文脈です。また、アメリカのコロンビア大学のあるラテン語の授業では、教授が、あの日本人の学生は英語でラテン語を学んでいるにもかかわらず、ラテン語の翻訳がこれほど上手です。皆さんもその学生を見習って、さらに努力してください、と話していました。ユダヤ人の間で日本人の高い人気は、認知心理学の分野だけでないです。アメリカ・シカゴ出身のエンジニア、エバレットはフランス系ユダヤ人の出身です。彼は友達の勧めで偶然、日本のドラマ、織田信長を視聴した後、織田信長に夢中になります。その理由を聞かれると、私がユダヤ人であるため、織田信長の生涯により没頭したのかもしれません。なぜ私たちにはそのようなカリスマとリーダーシップを持つ指導者がいなかったのかと思いました、と答えました。織田信長に対する研究を始めた彼は、英語で書かれた日本の歴史書を手に入れて読み、日本にも何度か訪れて歴史学者たちの協力を得て、尾張の国の清洲城を直接訪れました。そして、数年にわたる研究と調査を経て、織田信長についての講義をするに至ります。最初は織田信長についての講義を許可してくれる大学がなく、自ら地域の文化センターで講義を行ったそうです。そして、アメリカ全国を巡って多くの人々に織田信長について紹介しました。特別な宣伝チャンネルがなかったアメリカでも、彼の講義は累計で4万5000人以上が受講した成果を上げました。エバレットは、織田信長が日本だけでなく、世界中にインスピレーションを与える象徴になると信じ、今後も日本の偉大な英雄を世界に紹介するために努力すると宣言しました。この講義を解説する過程で自分を助けてくれた日本人たちは逆境に立ち向かう力を与えてくれたといい、織田信長はアメリカで多くの人々から尊敬されるロバート・エドワード・リーと比べることのできないほど優れた人物であり、アレクサンダー大王とも比較が難しいと答えました。日本に夢中になったユダヤ人たちの話を見ると、非常に興味深いです。世界中に強力な影響力を持つユダヤ人が、私たち日本人の能力に感嘆し、私たちと彼らの共通点を見つけ出し、私たちの民族の能力を認めて尊敬しているという事実は驚くべきです。今日の動画はここで終わります。ご覧いただきありがとうございました。